映画働く細胞主役のお二人監督です。改めて大きな拍手お願いします。よろしくお願いします。はい、赤血球を演じました永野芽郁です。はあ、なんかこういう制作発表というんですかが私はなかなかない機会なのでちょっとドキドキするんですが、今日皆様に私たちが演じるということをお伝えできて嬉しく思っております。よろしくお願いいたします。白血球を演じました佐藤健です。撮影も終わってしばらく経ってこの話を早くしたくてうずうずしていたので本日情報解禁できること非常に嬉しく思います。まだ、完成はしてないんですけどもつながってる、映像を見まして本当に非常に面白かったです。もう笑って泣ける王道のエンターテインメントを楽しみながら理科のお勉強ができる、孫に見せたい作品になりました。本日はどうぞよろしくお願いします。あ、見える。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、見えますね。ちゃんと見える。あ、すごい。わかりました。わかるわかる。中野さんと武尊さんがいるっていう。あ、でも武尊さんもはや白すぎてちょっとそうちょっとこれ武尊さんかわかんないかも。私もか。タケルさん白白いね。真っ白じゃないですか。これ何の時間なんですかこれ。いやっていうぐらいもものさらにこれももっと高性能の光学顕微鏡を使えば見ることができるという1ミリも開発いたしました。まあ、普通の顕微鏡では見れない大きさでございますと。そうですね、最初マネージャーさんが永野さん赤血球役の話が来ててって言われた時は本当どういうことか全然理解ができなくて、私が赤血球をやるのっていうところから始まったんですけど、でもきっと最初で最後になる赤血球だなと思ったので嬉しく楽しみにしておりました。そうですか。初日の日に割とこう感情をちゃんとこう入れて演じるシーンがあったんですけど、横を見たら真っ白な人がいるわけじゃないですか。で、タケルさんと久しぶりの再会でもあって、そうか、以前朝のドラマで共演されてるんですね。はいはい、共演してからもう5年ぐらいですか、5年6年ぐらいぶりにお会いして会った姿がもう真っ白だったんで真剣なシーンなのにどうしても私は笑いが止まらなくなるという現象が起きて、それはちょっと大変でした。別にタケルさんは笑わせようなんて気持ちはこれっぽっちもなくても真剣には、もう自分のハマり役をね、もう結局やろうとしてるのに。いやでも光栄ですね。あ、それぐらい。でも俺、まあ、確かに真っ白で面白かったと思うんですけど、意外と永野さんの赤血球の方が面白い説を僕は唱えてます。ちょっと髪が跳ねてて何帽子は。可愛いじゃないですか。可愛かったです、うん。はい、しばらくいただきます。あ、永野さんノリノリでいいですね。いいですよ。あ、白血球も乗ってきた。はい、大丈夫ですか。じゃあちょっとセンターのあたり、真ん中のあたり、目線も今ペンライトが見えてるあたり、あのあたり行きましょうか。しばらく